久しぶりだな、宗介。ご無沙汰しております、所長。ここに戻ってきたということは、反抗期はもう終わったのか？別に戻ってきたわけじゃねえよ。残念。この子が例の宗介が預かっているという子か。ああ。ネア君から聞いた話では金髪ということだったが。目立つから今は染めてもらってる。そうか。おお、ふかふかじゃの。うちのそばとは大違いじゃん。そうだろう。で、話というのは何かな。この子、サラのことだ。なかなか大変な境遇のようだな。確かホームステイ先の予定だった宗介の古くからの知人の家が全焼してしまった、だったか。所長もお察しの通り、ステイ先の家が全焼したから俺が預かってるってのは嘘だ。だろうな。お前の古くからの知人の家が全焼したら俺の耳に入ってこないはずがない。で、真相は。サラは俺の子供、つまりあんたの孫でもある。はじめまして、おじいちゃん。